読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分打ちました。センターに抜ける。先頭バッター。バッターは2番に入っている山田。ピットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。坂本セカンド、フォースアウト。バッターボックスには指名打者の吉田。イーグルスダブルプレーでランナーなくなりました。この回の山本引っ張った、ライトへ打球伸びる、太田ジャンプ1番よく取りました。ファインプレー。さあこれからイーグルスが守備につきます。バッターは太田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。あっという間に2ストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは DH 柳田。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目。スピードボールを持っています。これが2球目。打ちました。ファウルになります。ノーボール2ストライクです。打ちました、取りました。2アウトになりました。バッターボックスには3番坂本。2アウトランナーありません。これが初球。初球ボール。引っ張った、取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回になります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番田淵。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター、バッターは5番岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。誘ったんですけどね、振りませんね。振ってきません、外れています。打ち上げた、ファウルボール。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。まずはインコース。初球からツーシームを投げてきましたね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。インコースまっすぐ。3球目は何で来るか。さあ追い込みました。次はボールでもいいわけですから、インコースの食い込んでいくボールが思い切って投げ込めるかですね。なるほど、さあどう来るか。ここは落としてきました。フルカウントです。うちのボール打っていった、二塁へ送球。際どいタイミング、二塁はセーフ。さあそして打席には太田が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ得点圏には先制のランナー。打った、うまくさばいて、そのまま入って二塁アウト。2回の裏になります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。丸が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。ここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッター、三振です。ワンアウトです。打席には5番バッター吉田。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初級
球は際どいところに来ました。ストライクです。さあ2球目は何か。打ちのボール打った。ここは打ち上げています。センターフライ掴んでアウト。6番バッター山田、ツーアウトになっています。ファウルになります。ボールカウントはワンストライクです。三遊間抑えた。一塁送球、一塁アウト。これでスリーアウト。3回に入ります。イーグルスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の井端。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バントしました。ファウルボールです。次が2球目、落ちるボールです。これで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。変化球打った、取った、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには田口が入ります。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナー、ジャストミート、取ってアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には秋山が入っています。怖いバッターが続きますね。さあツーアウトながらピンチは続きます。センターへ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。そしてキャッチャー強肩ですから、ランナーも警戒してると思いますね。そうですね。打った、高く上がった、突き刺さった、ツーラン。いやは何で来るか。少し変化しました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。インコース詰まりました。山本が掴んでスリーアウトです。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは中村。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。さあ初球は何か。一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには山川が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続く。打ちのボール打った。さあバックホームするか、取った、犠牲。バッターボックスには代打の村上。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、2球でアウト。という間にツーアウトです。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ナイスボール。はい、低めにストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。レフトへ、このぐらいはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになる。ジャイアンツ、ここでマウンドに上がるのは際どいコース見送っています。